何もないな。アルゼスト様、あなたは自ら望んで闇を受け入れたわけではありませんね。なぜ闇に屈したのですか。もともと闇から生まれた私と違って、あなたは。私が弱かったのだ。闇などに屈したこの心が、もはや意識を保つことも難しくなってきた。サマリルの力は今や増すばかり。次に目覚めた時は、心などない闇に仕える騎士となり果てよう。その時は頼む、私を。わかりました。僕の手で必ず。その言葉が聞けただけで私は。この先にさらなる闇を感じる。この気配、あの女ではないな。レオン、今は悲しんでいる時間はないから。分かっている。ここで立ち止まるわけにはいかない。この剣でしかグルグを倒せないのなら行こう。やはりあなたも。バシタール様、目を覚ましてください。貴様こそ目を覚ますがよい。戦いを終わらせたくば、サマリル様に従うのだ。この戦い、貴様らに勝ち目はない。受け入れよ闇を。闇は光とは違う。何者をも等しく包み込む。そう、真の救済は闇の中でしか得られない。本当に心を失ってしまったのですか。何もかも心まで闇に染まってしまったのですか。闇の力になど屈せず、昔の本当のあなたを取り戻してください。屈したのではない、受け入れたのだ。闇こそが正義と知ったゆえに。無抵抗のものを手にかける、そのどこに正義があるのです。他を虐げてでも自らの欲望を満たそうとする、そのどこに。この程度のことで感情的になると、なんと思うのだ。やはり貴様を見限ったのは間違いではなかった。そのことを今確信した。
生と戦うこと、戦うことを放棄し光の中で怠惰に過ごす貴様らこそ世界を滅ぼす元凶だ。戦い勝ち得ず手に入れられるのはどれほどの価値がある。くだらぬごたくはよ、剣を抜け。時間の無駄。どうした、剣を抜かぬのか。昔日の面影に寄り添う今この時を見られぬとは愚かな。その程度の覚悟でここまで来たのか。父の命と引き換えに手に入れた、その剣を振るうこともせず座して死を待つのか。なら死ね。あなたの中に広がる闇は簡単に拭えるものではない。だが楔を打つことはできる。この剣であなたの心に救う闇を今この剣で断ち切る。どこまでも愚かな、なんという堕弱な精神。そのような剣ではジーク杯とは愚か、この俺を超えることなどできぬ。希望すら与えず慈悲などかけず今一刀のもとに貴様を葬ってやろう。行くぞ。準備はいいかしら。続いてくれ。一気に決めるよ。それで本気かい。準備はいいかしら。続いてくれ。ついてきな。
一気に決めるよ。続きなさい。